あとすげえいいね。怖い怖い。し俺たちここ目指し。来たぜヒルシー。熱を出して寝てました。最悪だな。でもね、これ俺と友達に正月熱出して寝てたんだよねって言ったら、うん、大人だねって言われた。ちょっと全然意味が分かんない。今、多分途中の会話ごっそり抜けた。大人だねとはってラインだったら、はいはいはい、なんかちゃんと年末まで仕事をして、うん、そこで風邪をひけるのは大人の対応なんだって、大人の風邪のひき方なんだって。うん、多分励ましされたんだね、うん、これあみんなそういうこと言うんだと思って、まあ、友達からその LINE 来たら全然合点できないよ、うん、なんか合点しちゃった、うん、ちょっと合点しちゃった合点しちゃったしますけど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 合点しちゃいました合点しちゃった。あそう、山瀬まみこと川村まさみがあの辺の出演者を言ってない。山田さんどうされてました？お正月は。結構寝てたと思うんだよな。寝正月ね。うん。ほぼ動いてないよ多分。ああまあね。初詣は行ったけど。初詣行きました。うん、でも帰りたくなった。うん、だもうみんな2016年もまだ全然エンジョイできてないの。すごくない？え？なんであんなに待てるの？何が？初詣って広島でも並びます、はい、ものすごく。広島だってね。すごい有名な神社があるじゃん。すごくない？みんなお参り大好きじゃん。わかんない、大好きだからとかじゃないんだよ。いや俺も結局やるんだよ。1時間半ぐらい並んだよ、うん、並んでんだ。俺並ばない。そうだからすごいなと思って。みんな僕はもう宮崎の実家のなんか近所のちっちゃいとこ行ったんで。宮崎人いないもん。人いないもん。休日になるとみんなイオンに行っちゃうから誰がみんなイオンに行くの。いやでも本当にもう全然余裕かましていっても先頭でしたよ。マジ？もう全然なんかわかんないけど、違うのなんかわかんないけど、わらわら人はいるんだけど、なんかやってるわけ。この神社の中でこのなんか町長みたいな人くらいの感じが、なんかパイプ椅子に3人ぐらいこう座ってるところにこういうなんかで、みんな早く終わんねえかなってずっとこう待ち構えてんだけど、こううちの親父が勇者だから、うん、もうなんかもう並んじゃうわけよ。空気を一切読まずに。そういうとこあるよね。そういうとこあるよね。そういうとこあるから、もう、だからもう俺も勇気を出して。並んで。そうそうそう。お父さんだって、ふーって拭いて、風呂沸かす。そう、うちのね、風呂がね、昔五右衛門風呂だったんですよ、本当の。釜、あの、ジャーってあるじゃない、ご飯の。あれを、なんか、投射費。あのなんていうの、20倍ぐらいにした
当社費、当社費、まあ、うちの当社費20倍ぐらいの400号くらいたける、たけますね。あ、だから石原軍団とかにちょっと書き出しの際はちょっとあのやったりとか、それを今はもうあのなんていうか、オッケー、フロー、バスタブはもう改装したんですけど、下はもうあの昔ながらの火を起こすタイプの、はどういうことなの、まだまだ今もこうやってガチャンって開けて、そこにこう枝とかを、枝とかを、雨の日入んないの、え、雨の日入んない、いやいや、もうそこはほら屋根はあるから、枝はどうするの、枝はもうポキって近所から持ってくる、いや近所からとかじゃないと思いますけど、なんか分かんないけど、あったかいうちの柿バスの実がなってるのはやりません、うちは実がやってるのはもう避けて持ってますからそれをバーッとこうくべて、こう新聞紙とかに火つけてこうふーって、本当にふーってやって、すごいですよ、肺活量半端ないですよ、だからお風呂嫌いなの、じゃあだからなお風呂、不潔キャラやめなさい、2016年は不潔キャラを押し出すね今もやってんだ、お父さんには、やってますよ、毎晩多分、自分で一汗かいて入る、だから本当にあのなんていうの、北の国からのおいしょーんあったまってるかみたいなのをリアルに俺シンクーンって、そこまでなの、誰がもう入ってる時に外でお父さんがこう、あ、だからもう一旦こうあのこういうやつは買わないの、不意語みたいなやつ、何それ、あ、空気送り込む、空気送る、ね、何そのハイテクなニューマシン出ちゃう、川でできててね、うん、知ってますよね、うん、生活変わるんじゃないですか、いや、じゃあ多分もうそれを教えちゃったらもうそれしかやんなくなっちゃうから、ね、いいでしょそんなんそこで苦労してる人も少ないよいやだから本当にあのなんかリアルな、なんていうの、あの今ぬるかったらやってあげるよみたいなの、そのないでしょ、そういう風流なないでしょ、北の国から的な、ピッ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 、うん、お風呂の温度を47度に設定しました、そうよそう、もう本当に一回な、もう北の国からを見なさい、もう本当に水が出ただけでバーに駆け込むんだよバーで水飲めばいいっしょ、の家に水が出た話じゃんそれで嬉しいの当たり前じゃない、何にもないところに、もうなんで俺は北の国からそんなの、そんな生活の人いますかいないでしょうね、まあ、いても恥ずかしくて言えない、ね、まあいいですよね、憧れた際はね、西村のない土地にね、さら地になんか作って、多分あの勝手に行ったら入れてくれますよしんちゃんのお父さんね、住所言った方がいいじゃん、いやいや、ダメでしょそれはダメです、年賀状届いちゃうだからダメなんだ昔だけで年賀食しちゃうから宝くじまで楽しみ、お歳暮はいいんだけどね、お歳暮はいいんだけどじゃあ、あのそんなこと言ってはいつも長くなるんですよ、コスティックなのね、あの、なんていうんですか、今回のアルバムのまあビデオクリップを僕がちょっと初監督した、あのもう見て、まだ見てないと不届き不届き者の方がいたまあ説教です、僕がひたすら美女にビンタされるっていう、あのまあ友達に羨ましがられたあのビデオクリップなんかそういう趣味ないけど羨ましいなっていう、絶対そいつそういう趣味ある、じゃあやりましょうそんな感じですクエストという曲、
え、まだ痛い、痛いっていうか、なんか熱いような冷たいような、あー、麻痺するんかな。あー、そうそう、だからホッチキスも多分、うん、麻酔してないのよ。痛かった？でも、分かんなくて、バチッ、おい、バチッ、おい、みたいな、俺も痛かったとりあえず声は出すみたいな。なんで嬉しそうなの君は。やってしまいましたね。いやー、思い出できたわ。思い出でしたね。思い出っていうか、まだブラジルで何にもなかったのに、まさか広島でよ。あら、今夜で。ハインドは先だっけ？ハインドがです。あ、最初でいい。失礼しました。大丈夫。